台風10号の影響で東海道新幹線は今回3日間にわたって計画運休となりました。 JR 東海の丹羽社長は今日、台風の進路速度が変わり計画運休の日程を見極めることは難しかったと振り返りました。台風の進路速度が刻々と変化したことで気象予報も連日大きく変わりましたため、計画運休実施の可能性がある日程を見極めることがなかなか難しく、結果的にその後変更が重なることとなりました。会見冒頭、台風10号による計画運休について言及した JR 東海の丹羽社長。 JR 東海では台風などの影響で雨や風が広範囲で長時間にわたって規制値を超えることが予想される場合に安全のために実施しています。今回台風10号の影響を受け、東海道新幹線では当初発表した計画運休の予定が変更になり、結果的に先月30日から今月1日までの3日間、三島駅と名古屋駅の間の上下で計画運休を実施しました。東海道新幹線では2018年9月に導入された計画運休ですが、3日連続での実施は初めての事態ということです。安全最優先の考え方で運行を行った結果でございまして、どうかご理解をお願いしたいと考えております。今後ともですね、降雨災害に適切に対応できるよう勉強を続けてまいりたいと考えております。丹羽社長は台風対応を検証して技術開発などにつなげていくとしています。